ああ、ここなんかあの学校とか行きたくないなって思ってる中高生の方たちは、ちゃんと行った方がいいと思う。ほんまに。なんでかって言ったら、こういう私今18で社会人1年目なんですけど、こう大人の世界にポンって掘り出された時に、漢字読めへんってなったら、スーパーミラクル恥ずかしいから。いや、スーパーミラクル恥ずかしいとも思わへん。ああ、漢字分かれへんわ。へへん、ぐらいの感じ。で、私本も読まれへん。読んできてへんし。ま、もう本というもん何して生きてたやろ。大学に本読まんと、音楽も聞かんと。何してたやろ。私、中学の時ほんまに何してた？チャリで、ヘルメットかぶって、いやでもほんまに何してたんやろ。なんか別にバスケ一筋でしたって感じでもないねん別に。だってベンチ温めるメンバーやったし。いっか別に私が上手くなったところで誰も得せえへん。へっへーと思ってた。あと先生に怒られてばっかりやった。なんか。なんやろうな。なんで怒られたんかな。なんか理不尽なこといっぱい怒られたな。今も私はなんで怒られた？今なんかそう言って大人になった時に、ああ、あの時は怒られる理由が分かりましたとか言う人おるけど、私今でも怒ってる。なんか、まだ子供なんかな。いやでもあれは、私間違ってない。多分これ生涯ずっと言い続ける。私は間違ってないって。なんでかって言ったら、ほんまに私間違ってない。なんでやろうな。これ別に話せるような内容じゃないんですけど、私はいっぱい怒られてきたけど、なんで怒られてるのか分かりません。ほんまに分かりません。なんで怒られた？あの時私。悪いことして怒られたっていうか、なんか、なんかそういうの嫌やな。もう、なんか、なんやろうな。なんか大人の言うことは絶対っていう考えを、改めていきましょうよ。ね。はあ、全くわからんもんだ。お腹すいたな。チキンナゲット食べたいと思ってね。そのチキンナゲット屋さんの前まで行ったんですけど、と思ってやめた。大丈夫、私はお金ない、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 お金ないから、こんなところで、ここの店に課金しちゃダメ、絶対にダメ、ダメ、絶対と思って、まっすぐ帰ってきちゃった。まっすぐってか、寄り道したけど、帰ってきちゃったな。チキンナゲット食べたかった。チキンナゲット食べたいし。なんかみんなみたいに、こう、スタバ、行きたいし。なんかヤマリナのインスタとか見たけど、なんかあの人毎日なんかそのパンケーキ屋さんとか朝ごはん専門店みたいなとこ、アメリカかなんかの行って、私はそんなことしたら生きていかれへんくなっちゃうから、おいしいご飯が食べたいよ。 抹茶のクッキーが食べたいだけやのに。
シュワシュワってなるやつとか、なんか炭酸が毛穴にって聞いたことがあるから、ボタン押したら炭酸出てくるやつとか、お肉が食べたいし、あとは何つけたいかな。僕が売れないからだ。そうだ、自分のせいだ。何言ってんだ。もう自分、今は自分自身を否定したことになった。せっかく僕という人間がこの世に君臨してるのに、その存在ですら今僕は侮辱したな。お金ない、そう、お金ないって言ってるくせにね。毎日アイス食べてるわ。みんな頑張ってるよね。いや、もう僕なんかに投票しなくていいです、もう。こんなもう侮辱満載の。でも涙が流せるって幸せだと思うな、僕。絶対に。ああ、何してんの？待って待って、あかんわ。でもまあ、幸せだよな、その幸せなことやで。だってさ、私がさ、ボタン押して配信しますって言ったら、こんなさ、7000人とかも人集まってさ、幸せなことやって。私、普通にさ、ヘラヘラさ、わざとさ、中学の時とかわざとさ、自転車でさ、ガードレールとかにぶつかりに行ってさ、わざとこけてさ、で、自転車ボコボコ、女子のくせにさ、中学3年生のさ、男のチャリよりもボロボロやったしさ、なんかそういうのに、何言ってんのやろな。はあ、もうどうしよう。何してんのやろな。もう。なんで泣いてんのやろな。別、な、何やったっけな。なんで泣いたんだっけ。なんで泣いてんの。泣けばいいと思ってんから、あれや、女ぶってんねや。泣いて。泣いて助けてもらおうと思ってんねや、僕は。別にもう助けんでいい、僕なんかもう、野放しにして。なんや、もう。野放しにしてください、もう。私今18、痛くないなって思ってる中高生の方たちは、ねえ、僕なんかもほぼ野放しにして。私はなんで怒られた？今なんかそう言って、大人、ちゃんと言った方がいいと思う。
うほんまに私間違ってない、なんでやろうな、これ、これなんで怒られたあん時私なあ、なんかそういうの嫌やなって掘り出された時に、あの漢字読めへんってなったら、あのちゃんと言った方がいいと思う、あなんかそういうの嫌やな、漢字読めへんってなったらありで、VSTI。あーなんで僕が泣いてるかっていうから、僕が売れない